いやなんか日曜日に見たことあるんだこの顔。思いっきりスクショしてください。言うな、つぶった。ちょっとスクショなのよ。あ、そうスクショスクショだから大丈夫。どれだ、なんだろう、バンドとかやりたかったっすよね。いいね、バンド。ゆるいやつ、ボーカルやりたかったっす。ザ・モテるみたいなことをちょっとやりたかったなっていう。なんかもうちょいエンジョイしときゃよかったなっていうのはね、やっぱ思いますね。学生生活はエンジョイできなかったんですか？いや、してたんですよ、はい、それはそれでしてたんですけど、もうちょいこうオープンな遊びしたかった。どんな遊びしてたの？そっちが気になったの今ね。ごめんね、聞いちゃったけど。いやもうだから学校サボって、あの喫茶店とか行って、クラスメイトの悪口ずっと言ってた。それは影だね、確かに。それを遊びとするならば結構やばい。遊びの概念が良くないなって思うんで、だから普通にそういう、なんだろうな、リア充としての遊びをもっとちゃんとそういうものにこう車に構えず、まっすぐストレートに、この映画のように、竹道のようにストレートにリア充になればよかったです。そこでの彼の顔が、あ、こういう風に人に思われる人間になりたいなっていう風に思って、でもし仮に、まあ、これ個人的なんですけど、はい、あの僕がそうなった時にそういう顔してくれんのかなっていう、なんか二重の嬉しさがありまして、もうすごいいいもうカットだったんですよ、そのカットは。ちょっと今何言ってるか分かんなかった。分かんない。だから個人的にこう、まあプライベートでも仲良くしてもらってるから、はいはい、俺がもしそうなった時にね、あ、なるほどね、リョウがそういう顔してくれるってるのかなって想像しながら見てたから、はい、俺はちょっと人より倍ちょっと嬉しさがあるかもしれない、あのシーン。なるほど、そういう風にも見れたっていう。だから誰かを思ってこういう顔ができる、でこういう人をされる、こういう顔をされる。え、何、なんかおかしなこと言ってます？ちょっとざわついてますけど。どうぞどうぞね、ひっちゃかめっちゃかになってきた。伝わってない、あんまり伝わってない。その調子で言ってほしい。その調子で言ってほしい。まあすごくいいんですよ、このラストシーン。いいシーンですよね。本当にいいシーンですからね。まあだからぜひ劇場で見ていただきたいっていう話です。山田さんと吉沢さんですよね、この撮影現場でドラケンマイキーという最強コンビとしてタッグを組まれてますけれども、何かこう最強コンビとして意識していたことってあるんですか？あんまないですかね、うん、てかっていうのも、まあ本当に過去にも何回も共演させてもらってて、すごい僕としてはもう友達としても役者としてもものすごい信頼してる人なので、なんかあんまりそういう現場で何かお互いにこう話して何かを調整するとかっていうよりかも、なんかお互いがこう自然に出たものが、フィーリングがもう何も言わなくても合うんじゃないかなっていう安心感はもうインする前からずっとあったので、特になんか話し合ったりはしてないですね、うん、してないですね、うん、はい、山田さんもうなずかれてますけども。え、そうですね、本当に今言った通りで、あの全然こう話し合ってなんかやるっていうよりかは、あの本当に彼のあのフィーリングに合わせるっていう感覚でそこに入れたと思うんで、いいセッションができたと思っています。なんかおかしい、今言った通りだね、今言った通り。俺が言ったことをまんま言ってた今、うんうん、でも本当にそう思ってます。そうですね、あのマイキーとしての彼のセリフを聞いた瞬間にすごくなんか安心したんですよ、うん、なんかその感覚があって、あ、なんか、あ、マイキーでよかった、リョウがマイキーでよかったって、なんかこうそのマイキーの声を聞いた時に思ったんで、なんか僕の感覚が間違ってなければ、はい、最強のコンビだと思ってます。最強のコンビの、またこのシーンは本当にいいシーンなのでね、ぜひこれは劇場でご覧いただければと思います。